それはずっと音信不通だった昔の知人と突然出くわしたような感覚でした。歌手の石川秀美さん、引退されてからもう30年になるとは。今はどうされているのでしょうか。気になって調べてみました。久々に彼女の話を聞いたのはあの人の旅立ちを見送る時でした。その人とは故西城秀樹さん。石川秀美さんにとっては忘れられない人、いや忘れてはいけない人だったのです。石川秀美さんの生い立ちとは、1966年生まれの54歳、千葉県生まれの愛知県育ちで、父親は元航空自衛官だったそう。しかしその優しくてたくましい父は、小学校4年の夏休みの最後の日、交通事故で亡くなってしまうのです。彼女の笑顔にどこか陰りがあったのは、それが関係していたのかもしれませんね。以来女手一つで育てられた石川さん、それでも中学時代は元気にバスケットボール部で活躍していました。芸能界へ入ったきっかけは、中3だった1981年の夏、秀樹の弟妹募集オーディションで応募総数5万6000人の中から優勝して、西城秀樹の2番目の妹、河合直子の妹として芸能界デビューしたのですが、その時のオーディションの裏ではとんでもないことが起こっていたといいます。それは一体。実は石川秀美さんは本来であれば次点候補にしか過ぎなかったのですが、西城秀樹さんの強い推薦で一転して石川さんは見事グランプリを受賞。なんと周りの審査員は全員違う女の子を推していた中で、秀樹さんただ一人が石川さんを推したのだそうです。そのおかげでトップアイドルへの階段を駆け上がることになった石川秀美さん。まさに西城秀樹さんは石川秀美さんの恩人と言っても過言ではありません。石川秀美さんがデビューした82年といえば、百花繚乱の花の82年組の時代、小泉今日子さん、堀ちえみさん、早見優さん、松本伊代さん、中森明菜さん、渋垣平と同期で妖精時代でデビューすると、各音楽祭で新人賞を獲得します。キャッチフレーズは微笑み少女、君の笑顔が好きだ、なんだかなというキャッチでしたが、ショートカットで日に焼けた肌、すらりと伸びた美脚と健康的な美しさで大人気となりました。秀樹さんの目に狂いはなかったんですね。それ以降も揺れて、湘南や涙のペーパームーン、ヘイ、ミスターポリスマンなどスマッシュヒットを連発したほか、ドラマやコントもこなせるようになって、仕事面では順調すぎるほどでした、石川秀美さん。しかし1989年の暮れになって、まさかの同期の渋垣隊のやっくんこと薬丸裕英さんとの極秘交際がスクープされます。なんと2人は5年間もの間極秘交際を続けた結果、石川さんのお腹にはすでに6ヶ月になった赤ちゃんがいたのです。当時はトップアイドル同士の交際などもってのほかの時代ですから、日頃石川さんのライブなどで頭にお揃いの鉢巻きを巻いて、ひでみちゃんと叫ぶことを生きがいにしてきた熱烈なファンの男たちは、全員その場にひざまずいて泣き崩れるほどだったとか。この時石川さんは年内は休業としていましたが、結果的には事実上の引退会見となりました。当時夫の所属事務所は、最近は自主退所が頻発しているあの大事務所でしたから、ひょっとすると石川さんの引退はけじめだったのかもしれませんね。祝福と驚きの中の授かり婚、当時2人はまだ24歳でしたから、相当風当たりも強かったはずです。
そんな中、西城秀樹さんだけは二人を食事に連れて行ってくれたり、時には薬丸さんと男だけでゴルフに行ったり、石川さんだけでなく薬丸さんもとても可愛がってもらったのだとか。ある時、西城さんはこう言ったそう。俺の妹を泣かせたらただじゃおかないからな。この何とも言えない優しさが伝わるかっこいい言葉が今でも忘れられないそうです。秀樹さんへの特別な思いはそれだけではなかったと言います。薬丸裕秀さん、幼少期は裕福ではなく、小学5年生から新聞配達をして、中学生ではクリーニング屋でアルバイト、中学卒業後は働くつもりだったほどの辛い幼少期だったのだとか。そんな頃をずっと支えてくれたのが西城秀樹さんの歌う炎だったとか。炎で氷を溶かしてみせるという歌詞を聞いて、子供心に悩みも打ち壊すことができるんだと思えるようになったのだとか。ですから石川秀美さんも薬丸裕秀さんも西城秀樹さんには感謝しかないということなのです。薬丸裕秀さん、西城秀樹さんの訃報を知った時は相当に取り乱したと言いますが、妻の石川秀美さんにとってはそれ以上のものでした。訃報を聞いた時からショックで精神的に不安定になった石川さん、それでもどうしても最後のお別れをしたいと参列したのだとか。ずっと妹として可愛がってもらった兄以上の存在でしたから、矢も盾もたまらなかったのでしょう。告別式当日はとても心中を話せる状態ではなかったそうです。夫妻にとっては西城秀樹さんは大きく大切な存在だったんですね。そんな石川秀美さんですが、引退後はメディアではほとんどその姿をお見かけしませんでしたが、最近になって資生堂や保険の窓口の CM などでそのお姿を確認したのですが、変わらないその美しさには正直驚かされました。住まいは成城の高級住宅街に、敷地135坪、総工費約5億円の大豪邸で、3男2女の5人の子供を育てたのです。まさにゴッドマザーになっていました。長男の薬丸翔さんは俳優として活動中で、劇団無色空間の座長を務め、舞台を中心に活躍しています。次男の薬丸隼人さんは2012年からスペインにサッカー留学をして、現在はドイツの6部リーグに所属。今では英語、ドイツ語、スペイン語ほか5カ国語が使えるのだとか。長女の薬丸レミさんは芸名レミで芸能活動をしています。三男もサッカー選手を目指して東京ヴェルディのジュニアを経て、アメリカ西海岸の大学の国際経営学部に通い、大学のサッカー部で活動中とか。2008年生まれの次女はハワイの学校に行ってます。5人の母の石川秀美さん、現在は娘とハワイに移住して自身のジュエリーブランドを展開しているそうです。夫の薬丸さんとは別居ですが、毎週末薬丸さんがハワイに愛する妻と娘に会いに来るのだとか。これも相性のある薬丸さんだからできることなのでしょうね。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は石川秀美さん引退した後は、その夫の薬丸裕秀さんと一緒にひたすら幸せな家庭と家族を目指して子育てに頑張ってこられたようですね。何よりも家族が石川秀美さんにとって一番かけがえのないものだということです。芸能界への完全復帰はまだまだ先になりそうですね。西城秀樹さんとの約束を守った薬丸さんもすごい人ですね。これからも幸せに。それではまた次回お会いしましょう。